平成12年全日本剣道選手権大会決勝、宮崎雅弘選手、神奈川の宮崎雅弘七段、3連覇7回目の優勝を狙います。映画直樹選手で行われます。初の決勝、北海道の映画直樹、宮崎を破って初のその栄冠を手にするか。正面左赤が宮崎、右白が映画。さあ5分間の決勝勝負が始まりました。うわあ、試合巧者、経験豊富な宮崎に対して映画が早い段階で勝負を仕掛けていくかどうかというのがまず一つポイントになりますが、共に技を出しますが捉えることはできません。序盤の展開です。手元の時計ですが、まもなく1分半になろうというところです。この辺はお互いの出方をですね、いろいろ探り合ってところですね。剣線を通して間を詰めてみたり、いろいろですね、相手の出方をこう見てるという段階ですね。この辺からですね、一回勝負すると思います。思い切って、はい、どちらか勝負し始めるあのですね、はい、こういう形です。宮崎行きましたね、はい、映画が小手を返して応戦、はい、共に決まりません。去年は準々決勝で対戦して、この時は宮崎の面が決まりました、はい。いろいろ剣線を殺したりですね、あるいは払ったり、しながらですね、あの隙を捉えようというふうに、やってるんですが、栄華君がなかなかその剣線を外さない。これが宮崎君が攻めあぐねてもですね、それから栄華君はまたそれを中心にして攻め返そうとするんですが、そこのところをその宮崎君が非常にあのしないさばきが上手で、出押すところをパッと殺してしまうと、出させないようにしてるんですね。その辺のこの攻防が非常に面白いですね。映画の面、そして宮崎の小手、これは旗は上がりません。手元の時計、まもなく3分30秒になろうとしています。平成12年第48回全日本剣道選手権決勝です。赤宮崎、神奈川の宮崎雅弘、向こう側白が北海道の映画直樹。互
互いにその相手に十分な体勢で打突をさせないというここまでの展開ですね。はい、手元の時計で4分を超えています。それを打ち破ってやろうと言って仕掛けていくんですけど、なかなかそこがですね、そうさせないというところですね。お互い同士やはり、ベテランですね。入り際に一番注意しなければいけないというその映画の言葉がありましたが、はい、このあたりは映画も十分に従って注意を払っているということですね。注意してますね。あの宮崎君が竹刀をさっと裂いてからすかさず面行く、はい、あの面がまだ一本も出してないということですね。得意なあの面が出てないですね。それは映画君が十分注意しているから出せないのかなというような気もしますし、それをいつ出すかということを宮崎君は狙っているんじゃないかと思います。今5分が経過しました。延長決め。さあ延長は1本勝負になります。宮崎の小手、旗は上がりません。3連覇、7回目の優勝なるか、それを阻止するか映画。映画君も宮崎君もお互いに誘って引き出そうと思ってるんですけど、なかなかお互いに出ていかない、で来てくれないというのが現状ですね。今のところは内に出さないということですね。はい、攻め合うことは攻め合うけれども内に変化しないと、その辺のところですね。惜しかったですな。映画の小手ですが、はい、これも旗が上がりません。はい、面はこれも十分ではありません。はい、次第腰ですね。はい、すでに延長に入っています。決勝、これもまだ映画の牽制が生きています。手元の時計ですが、試合開始から7分が経過しています。宮崎雅弘はずっとここまで延長を戦い続けてきています。3連覇へのしかし最後の関門。宮崎君はどこであの得意な面を出すかを、今あの一生懸命その選んでるっていうことですね。それからそれを出させないように映画君が逆にその攻め込んでいってるということですね。宮崎もまだ映画を崩すことができません。はい、
宮崎君はささっと攻めといてですね、相手が下がって出ようとするところにあの鋭い小手があるんですよ。あそこの小手ですね、あれは宮崎君が映画君が今出ていくとパッと小手打つあの得意な小手と、それからもう一つは乗って面打つ小手、面とですね、しない抑えて打つのと両方持ってるんですよ。それ両方とも映画君が今抑えて出さない捨てないようにしてますね。惜しかったですね、お互いに。午後4時33分ごろ、中国地方でやや強い地震がありました。念のため津波に警戒してください。震度3以上の地域です。鳥取西部、鳥取東部です。震度4です。時計でもう10分を超える勝負になりました。決勝も延長に入りました。向こう側3連覇7回目の優勝を狙う宮崎正弘、手前白初優勝を狙う北海道の栄賀直樹。ここでいく、お互いに攻めて崩して打つことはお互いにもどうにもならないですね。今度は相手をどう引き出して打つかっていうことがこれからの勝負になってくるのかなと思いますね。映画が面に飛び込みますがこれは当たりません。これも宮崎に余裕を持って見られています。よし、ここ田中さんも、映画直樹、王者宮崎を破って初めての全日本制覇。オーバー、宮崎正弘、3連覇を目前にして敗れました。